作ってもらうのはこういうようなこの湯飲みのようなデザインで、白いこの泥とこの黒いね茶色いこういう模様で、緑のこういう釉薬が入るような焼き上がりになりますので、ちょっとまあ縦型にしてね、ちょっと俵型っていうんだけど、丸からこういうふうにすると、まあこういうふうになります。じゃがいもじゃがいも。金森先生との出会いはもう 5,6 年前になるんですけれども、本当に陶芸で生きてらっしゃる方の言葉とか技術をに触れさせたいということで、まあ金森先生偶然出会ったんですけれども、その表現力とかそういうものが非常に奥深くあって、作品にまず感動したので、ぜひこの先生にということでお願いをしています。大事子供たちにとってはもう本当に世界に一つだけの、その自分だけの茶碗ということなので、形あるもの壊れることもありますけれども、大事にしてくれれば、やっぱり10歳の時に作った茶碗というのが本当にもう一生もので一点ものというか、そういうものになるんじゃないかなというふうに思っています。自分の作った茶碗で自分でお茶を立てるという、はい、でそこに自分のこう感謝というか、この子たちちょうど10歳で、日頃はなかなかそんなことできないんですけど、まあ、茶会というその場で感謝の気持ちを伝えるというようなことを、2月に行う予定でいます。の作り方を教えてくださってありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。どうなるのか楽しみ。どうなるのか。あ、いない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 。またやりたいです。またやりたいです。楽しかったです。